手にその同い年だという親近感を。中尾さんはもうなかったですね。第1話でだって人の家の壁ぶっ壊してたじゃないですか、ハンマーで、はいはい、コンプライアンスとかをめちゃめちゃ考えちゃって、はい、勝手にその同い年だという親近感を、はい、あの抱かせていただいてて、はい、すごく。でも共演も何度かあるんですけど、はい、なんかその度に敵対する関係ばっかりで、あの だいたい喧嘩してるんですけども、なんか今回はなんかでも特に一緒に絡むシーンが多かったので、はい、なんかそのワンシーンワンシーン、ここどうしようか、ああしてみよう、はい、こうしてみようってことを結構ディスカッションさせていただいて、その作業はすごく楽しかったです、うん、だからあの中尾明さんの時にはまたない相談ですよね。そういう意味ですね。なかったですか。いや、中尾さんはもうなかったですね。まあ僕もそのやっぱりその時20代だったので、まあなんかやっぱお任せするとこもあるじゃないですか。ただまあ今回その GTO リバイバルで26年ぶりなので、なんかその昔の感じっていうのは唯一まあ僕が知ってる、でそこになんかそのファンの方が、あのあここ見たいんだよね、この瞬間のっていうのが多分あると思うので、それはちょっとあのまあディスカッションしてやらせていただいたんですけどね。だから本当に98年の最初の GTO とかを見返してもすごくコンプライアンスとかをめちゃめちゃ考えちゃって、はい、第1話でだって人の家の壁ぶっ壊してたじゃないですか、ハンマーで、はいはい、そういうお話が令和に蘇るって時にコンプライアンス、僕結構その人に厳しく自分に優しいキャラクターなので、はい、あの 拘束とか守りたまえとかいう、はい、だからそういうコンプライアンス目線で鬼塚先生のことをすごくあの見たりとか注意したりやめさせようとしたりっていうところはすごくありましたね。なるほど、うん、当時はあのご覧になってましたか？GTO98見てましたね。ちょうどだから僕24歳ですね。僕が劇団旗揚げした年ですもんね、98年。なんで大学生ぐらいで、はい、がっつりだから生徒寄りでも見れるし教師寄りでも見れるっていう、なんか両方の楽しみ方ができるど真ん中世代でしょ。なるほど、うん、今回どうでしたか、そんなあの GTO に共闘。いやだからもうマジでもう言葉悪いです、ごめんなさいね。中尾明さんの印象がすごくやっぱ強いの で、ね、でもう真似はできないっていうのはもう最初から分かってた上で、うんうん、でもなんか鬼塚との関係性にみたいなものをこう令和に置き換えた時に、はい、でもやっぱ鬼塚先生がすごくなんかこう年を経て強くなってるっていう部分はなんか立てた方がいいのかなっていう気がして、ちょっとその中尾さんほどなんかこう対等に戦うパワーバランスというよりもだいぶ小物感を強めにさせていただいて、その上でその原作の藤沢徹先生の GTO における内山田先生は結構顔芸がすごいので、はい、そこはちょっと周到してみようかなと。なるほど、今回あの僕小手さんのシーンもちょっと見させていただいたんですけど、ありがとうございます、相当面白いですよね。そうですか。はい、あの反町さんと絡んでないところのシーンでも、まあ、あのキャラクター炸裂してる感じでしたけども。そうですね、なんか急に現場でそこそこ長尺のアドリブを任されたりとかありましたからね、